ケンタ何があったんですかまあネタバレあんましたくないから言わないけどそんなにその出どころ不明のリーク情報で剣タテでめちゃくちゃ過去作のポケモンが出なくなるんじゃないかみたいなまあ出なくなってしかもその過去作から連れていけないみたいなうんそう言われてるなんかその見かけなんかよくわかんないところから出てるリーク情報でクソ荒れてる <laughs> もう下手したら そのアニポケとかですげえ重要な立場だったポケモンすらあの、新作には出てこないんじゃないかみたいな、うん、そう言われてますね例えばその御三家は御三家でもなんか一部の御三家は出るのになんか不人気御三家は出ないとか <laughs> まあ不人気なのかどうか知らないけどうんなんか謎選出でその 本来その同等で並んでたポケモンの一部しか出ないみたいな <laughs>、うん。っていう噂あんまり確定情報じゃないから。なんとも言えないけど。海外のフラゲのネタバレ。フフ拙がねえな。<laughs> もうフラゲできんのまあ、できるか。もう一週間前だもんな。もうおもちゃ屋さんとかに入荷されてんのか。<laughs> てか。毎回新作ゲーム出るときフラゲ勢いるけどさ。あいつら法的に訴えられねえのか。<laughs> 大丈夫。新ポケのデザインも叩かれるだろうし。チンチン像で出んのかなチンチン像ちチンチンは多分嘘リークだと思うけど。アニポケ。 逆にアニポケの過去地方回ってる出てるのにさソードシールドでは出ませんっつって絶対毎回アニポケ毎話ごとに荒れるだろうそんなことしたらでもこのポケモンソードシールドでは出ないんですけどね <laughs> みたいな <laughs> あー懐かしいなーみたいなさああそういえばこのジムリーダーこういうキャラ使ってきたかっこソードシールドには出ません <laughs> みたいな <laughs> そう毎回荒れるんだろうなアニポケ いや俺これだと思うんだよねこの今から始める人はむしろ始めやすいっていこの点をもっとゲーフリア押せばよかったと思うんだけどなんか安易な売り方だよねその昔ポケモンやってた人だったら新作も買うやろみたいな <laughs> でも一般的にさ最近はなんか大人もゲームする時代になったけどさでもよくよくゲームって考えてみたらやっぱ子供が遊ぶもんなんだようんだからやっぱりさその当時 生まれてきた子供たちまあ少子化で売れないのかもしんないけどさそ,うその当時の子供をターゲット層にすべきなんだよやっぱゲームって特にやっぱポケモンみたいなファンシーな世界観のゲームは、うん、サンムーンは子供向け、うん、わ分かんないけどいやうんだからそのジム廃止とかは何とかして新しくこう子さんを振り切ろうとしたんじゃない若干 <laughs> サンムーンではなんかアニメは いやカブポケがなんかちょっとやり方がなんか「アニポケカブポケ」がちょっとやり方のやり方が過去古参 <laughs> を取ろうとしてるけどゲ芸ふりは多分新しいユーザー入れたいと思ってるだろうだろうにって思っていやだからさ俺も思ったんだけどさあのちょうどシールドのさ PV あるじゃんあのなんか草むらからドットが出てきてさドットのな,なんかピカチュウとかが出てきてさ でなんか徐々に世代が進むごとにそのドットが進化していってさなんかサーナイトちょっと綺麗なサーナイトとか出てきたりとかさあの PV 見た人いる見てない人ちょっとソードシールドの PV 見てほしいんだけどなんかあれカブポケが作ったんじゃなないの <laughs> なんかあの PV ゲーフり作ってない説あるよななんか俺それなのかもしれないもしかしたらカブポケとかアニポケとかがその子さんを入れた方が絶対儲かるって言ってて。 増田とかゲー振りはいやいやちょっと新規のために作っていかないとこのままじゃポケモン破綻しますよって言いながら作ってるみたいなめっちゃ感動したんだよねあの草むらからドットが飛び出してくる PV で徐々に進化していって 3D に近づくみたいなさそうそれがソードシールドの PV だったんだよでもソードシールドさ そのドットで出てるようなポケモンの時代のポケモン全部出ないんでしょう <laughs> いやもしかしたらゲイフリとカブポケ連携取れてない説あるこれは増田のツイッターのリプランとか多分地獄だろう <laughs> 増田のツイッター見に行ってみてくれじゃ俺が見に行くかじゃマ増田のリプランなんか一個あったのがあの 増田がさ増田がああののファン増あのポケモンのファンがさあの,あの某,某ポケモンとさ一緒にさ私このポケモンと一緒に旅するのが楽しみでけんたて発売待ってますみたいなツイートを増田に送ったらしくてで増田がそのツイートを引用リツイートして「はいぜひお楽しみに」みたいななんか言ったんだけど。 海外のリーク的にはそのポケモン出ないんじゃないかみたいな <laughs>。だから、その、そのファンはリークのことを知らずに純粋な気持ちで、そのポケモンが新作に出ると思って、増田さん、私このポケモンと一緒にいるのがすごい好きで楽しみで、みたいな、なんかそういうツイートに対して、増田がそのリークを知ってか知らずか知らないけど、はい、ぜひお楽しみに、<laughs> にっこり、みたいな <laughs>。海外リーク的には。 そのポケモンもしリストラされる可能性が高いみたいなに対して引用リツイートしててクソ荒れてたみたいな何が楽しんでくださいじゃボケみたいないやもうクソリップまみれだよマジでマスダのツイッターがもうなんかサンドバッグとかしてるマジで「ポケモンスタジアム!」 リツイートしてな。え <laughs> な<これ> <laughs> <laughs> マスダのリプ欄だよ <laughs> マスダに対するリプライ <laughs> <laughs> <laughs>。なんでこいつしかいないの <laughs>、まあ、この3匹しか映ってないっていう 海外の恨みがひどすぎるマスダをいじめるのはやめてやってくれこれ以上、うん、<laughs> ポケモン取れないビフォーアフター減りすぎだろ <laughs> ポケモン取れないになっちゃってるじゃん <laughs> いやいやいや悪意があるよねこれねもうね だって、<laughs> 消えまくってんじゃん、うん、まあすごいこれ BW の最後の集合写真らしいっすようんういや多分増田もそんな悪気があってやってるわけじゃないんだよもうなな泣きそうになりながら発表してたじゃん増田だってうん <laughs> 増田だって泣きそうになりながら発表してたんだから許してやってくれや <laughs> もうこれ以上増田にクソリポを送るのはやめてくれほとんど消えてるじゃねえか半分以上消えてる <laughs> もう増田,田のツイトツ全てにさなんか意味不明な増田のコラ画像をさ送りつけまくる謎の外国人が大量にいるんだけどどんだけ切れてんだマジでもう言葉にならないから もう言葉にならないからマスダクソコラ選手権をなんか始めて誰だよこれ <laughs> なんかポケモン超不思議のダンジョンのパッケージへと思われる画像で <laughs> この <laughs> えっ、ー、マジでここ消えちゃうのマジかよおいおいちょっとなんかポケダンでやられると悲しいな おいこれとか消えちゃうのかよ <laughs> ちょっと正気ですか <laughs> ちょっとマジでえー、ちょっとなんかすげえポケダンで重要だったキャラクターどんどん消えるんだけど <laughs> お前このチームとかこの2匹消えたら終わるだろマジでもう <laughs> おいポケダンの画像でやんなよこの下りすげえなんかこうなんか文章化されるなんか画像化されるとすげえ来るわマジで 結構重要人物大量に消えるじゃねえかおい。このマグナゲートのこいつらとか。もう消えちゃいけない奴ら消え,消えすぎだろ。ガラル地方で。終わってんな、マジで。見てられないわ。悲しすぎて。崩壊。 ポケダンであんなにいいチームだった <laughs> あ,あおいこれ俺今救助隊の配信してるけどお前このパーティーでこいつだけ消えたら一番やべえだろもう <laughs> 後ろ2匹じゃ何もできねえだろうよ <laughs> ここ消えたらまずいだろ <laughs> い,やいややめろってだからポケダンの画像使うの本当に 本当にポケダンの画像を使ってマスダにクソリップを送るのやめろポケダン新作が作られなくなるかもしれないから <laughs> ちょっとやめてくれもうこれ以上<笑><笑>このあのピカチュウの顔がさその 20周年でピカチュウの顔をいろんなポケモンで再現してみましたって画像からさガラル地方でリストラされるポケモン抜いたらなんか謎の象形文字みたいなのしか残らないってククククククセンスあるな本当に1匹600円おいおいお前5600匹いるだろう <laughs> お前500匹ぐらい500匹を1匹600円とか地獄すぎないかさすがに まあなんかアップデートっていうことができるから何でもありじゃないアイスボーンみたいななんかソードボーンみたいなやつ出せるっしょ <laughs> ポケモンだってアイスボーン出せばいいじゃんうん地方旅するああーなるほど <laughs> そういうことかなるほどソードシールドのアイスボーンがダイパリメイクなのかなるマスターやるなマジでカプコンさんのそういう手法をね今乗ってるモンスターハンターのやり方を そういう感じでリスペクトしてその雪の大陸に行くっていうのを新リメイクで出すわけですか増田さん、さすがっすねマジで。<laughs>